今日正午過ぎ、白老町石山の白老港で釣りに訪れた恵庭市相生町に住む新田博さん73歳の運転する車が埠頭から海中に転落しました。警察によりますと、乗用車には新田さんのほか40代の娘、6歳と3歳の孫合わせて4人が乗っていて、娘と孫たちは自力で脱出し船に引き上げられましたが、新田さんは意識不明の状態で救助され、その後病院で死亡が確認されています。警察はアクセルとブレーキを踏み間違え誤って海に落ちたとみて調べています。